岩手屋曲です。この曲は東日本大震災を悼んで作られました。作曲した香港の巫女奏者レイオンさんは次のように語っています。まるで絵のような景色、人の心に残る夜の岩手、一切が遠のくものとなってもその跡はまだ残っている。私たちは未来に向かって積極的に楽観的に互いに手を取り、そして美しいふるさとを共に再建していきましょう。それではお願いいたします。Thank you.
Night.